こんにちは。こんにちは。ゆだかさん。元気か。元気です。元気で。ゆだかさん。なんだ。日に日にどんどん痩せていってませんか。いや元気なんだけどね。やっぱ食生活なんじゃないの。だから今までがどれだけ不摂生してたかっていう話だよね。はい、そうですよね。というかこのリモートというか自粛に入ってからゆだかさんがどんどん顔がちっちゃくなっていて、どんだけでかかったんや。なんか体も痩せてるとか、このまま首周りとか肩周りもすっきりしたろ。そうなんですよ。いや、やっぱ野菜も取るしな、で食べる量が減るよな。あ、やっぱ減りましたか。いや、めちゃくちゃ減る。まあ、このぐらい食うやろうとやってても、やっぱ自分で作って自分で残すもんな、ちょっと。え、じゃあそれ自粛入ってから最初の方は物足りなさってあったんですか。めちゃくちゃあった。あ、でもそれに胃が追いついてきたってことですね。そうだからいいんだ。そうですよね。でちょっとひげもさ、ちょっと蓄えようかなと思って。なんかうっすらありますもん。はい、ちょっとじゃあゆだかさんがどんな変貌っぷり、ダンディっぷりになっていくのか。いや、そうだよお前。どうしますよ。モテモテになっちゃったら困っちゃうね。困りますか。困っちゃうね。なんか豊か本でも出しましょうね、そうなったら。いや、本当だよな。うん、まあ、だからほら、うん、コロナで逆に豊かさんは自粛して、うん、すごくいい方に、まあね、まあ自分で決まり事を作ってるよね。あ、ちゃんと3食とか。いや、まあ3食っていうか、うん、やっぱもうできるだけ外にあんまり出ないということ、必要以外はね、とか、まあいろいろ個人的にも皆さんも決めてんじゃないの、はい、これだけはしないとか。なるほど。あんまり例えばスーパーに大勢では行かないとか、買いだめしないとか、ま、うん、手洗いうがいをするとか、消毒液を必ず使うとか、うん、いろんなやっぱ決め事を作ってると思うんだよね。そうですよね。ああ。でも決め事といえば、まあ、野球でももちろんなんか決まり事というか決め事みたいなものってたくさんあるじゃないですか。あるよね。うん、例えば、まあ、この先発ピッチャーが出てきた、いや今日は時間早めに終わりそうだなとか。まあそれは予想であってさ、うん、でも必ずっていうのは、うん、もう方程式っていうのがあって、7、8、9を誰に任すかっていう、いわゆる勝利の方程式みたいな。方程式、そうだね。あれ、だそれも、はい、ちょっと今日は、はい、どこが最強だったのかということ。勝利の方程式の最強のってことですね。最強の、うん、そもそも豊さんが現役の時っていうのは、もう勝利の方程式っていうのは出来上がってました。もう勝利の方程式っていうのは、はい、例えば俺が入った時は、うん、抑えっていうのが、まあ、斉藤明夫さんだったりだとか、うん、まあ、遠藤さんがちょっとアキレス腱を切った後に抑えに回ったりだとか、うんうんうん、でもその人がやってたことっていうのは、一人方程式で3イニングとか投げてたからね。一人でね。一人で。だけど俺がやっぱり3人は揃ってなかったけど、うん、やっぱすごいなと思ったのは、うん、森田と佐々木だよ。ああ、2人。あ、でもこれはコンビじゃない、方程式ではないです。3人で、方程式ではない、3人じゃないからね。それ森田さんと佐々木さんは、8、9だったんですか、それも7、8、9、7、8と9だったんですか。まあだから森田が7回の途中から出ていって7、8とか、うんうんうん、まあ、7回の頭から行く時もあったし、うん、で逆に森田が危なくなったら佐々木が8、9とか、うん、ああ、だから3イニングを2人で回すみたいな感じだったよね。そうだったんですね。じゃあ1イニング1人ずつではなかったんですね、うん、7、8、9では。まあ大体でも佐々木の場合は1イニングピシッと抑えてくれればいいという感じではいたけどね。でもよっぽど大事な試合だったらイニングまたぎとかもしてたし、だからそこのコンビっていうのはやっぱすごかったけど、はい、でも対戦していて、うん、3人揃われると嫌だな。いや、2人よりやっぱ3人なんですか。いや、やっぱり嫌だよ。そしたら6回しか攻撃のチャンスがないみたいな感じになる。そうですよね。逆算するとだから1回から6回まで点取らないとっていう、うん、だから1番バッターだったら、うん、だいたい3打席勝負になってくるから、先発ピッチャーとの。少ないですね。いや、だって他その3人の方程式から打って
打つというかさ、うんうんうん、そういうのはやっぱ至難の技になってくるもん。ですよね。大変だもん。じゃあ豊さんが記憶にある中で、うん、その3人の勝利の方程式が出始めたなっていう記憶があるので、うん、最も古いのどのチームの最も古いのか、うん、それが衝撃的だったとか、まあ、やっぱスミさんっていうのはすごかったよね、ジャイアンツの左の、はい、でもその人の前に投げてた人っていうのはなかなかちょっとあんまり記憶になくて、いろんな人が投げてたと思うんだよ、うんうん、それとか津田恒美、ああそうですね、カープの津田が投げてきたとか、うん、まあ牛島だったりだとか、でも前に投げてる人っていうのはあんまり印象なかったんだけど、うん、もう本当1イニング限定で投げ出してきた、あの来たっていうのは、うん、まあやっぱりインパクトが残ってるのは、うん、やっぱ久保田、ウィリアムス、藤川だよね、阪神の。あ、JFK、いわゆる JFK、これはね、やっぱり久保田も球速かったし、はい、ウィリアムスはやっぱ変速で左だし、うん、で藤川はあの時の球まっすぐってうなってたしね、そうですよね、まっすぐだって分かってて打てなかったというね。2005年から2008年、だから5、6、7、8、4年間なんですよね、実は JFK って。いや4年間だけど強烈なインパクトだよ、すごい。だから JFK っていう呼び名も馴染、うん、みというかありましたし、まあそうだね、うん、そこが一番始まりなんですかね、近いんですかね。まあ始まりっていうかさ、まあどっから始まったかわかんないけどさ、はい、まあ薮田、藤田、小林正秀、あー、このピッチャーもそうそうたるピッチャーだったよね。そうですね。あー、で大体いつ、そ、おな、大体同じぐらいの時期から出てきた。まあ大体同じような時期だよね。うん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 。だから今まあ各球団大体3枚を揃えてくるっていうのが今も主流だけど、はい、まあ、走りはそっからだよね。大体先発ピッチャー6回100球っていうふうに考えると、うん、7、8、9を誰に任すかっていうのは、うん、やっぱ重要なチームを作るのにポイントになってきてたよね。そうですよね、そのぐらいからね。あと他はやっぱ、うん、あの中日だよね、高橋、浅尾、岩瀬。いやもうこれはそうですよ。時々でもそこに山井投手入ったりしませんでした？まあたまに山井もいたけど、うんうんうん、でも大体高橋、大体こう考えるとすると、はい、やっぱ左は1枚絶対欲しいんだよ。だからジェフが、あのジェフっていうかウィリアムスがいたりだとか、うん、藤田がロッテだったら藤田がいたりだとか、うん、まあ中日だったら高橋がいたりだとか、うん、だから順番的には抑えは決まってるけど、順番的には7回に左が並ぶと、そしたら左を先に出しておいて後で右を持ってくるとか、でそういうのだよね。だからまあ高橋、浅尾、岩瀬っていうのもこの3枚も強烈だったね。いやだって優勝もしてますもんね、中日。それもちろんもちろんもちろん。ではその勝利の方程式がやっぱ整って強いところっていうのはやっぱり当然優勝に絡んでくるっていう、まあ勝ちゲームを落とさないよね。あ、だから確率は上がるよね。でチームのショックって、ね、やっぱ勝ちゲームを負けゲームにされるっていうのが一番のショックだから、はい、大体この3枚いれば、うん、そんなにはないよね、ひっくり返されるっていうこと。まあそうですよね、その7回後半でこう逆転っていうのは、ね、そうだよね。だからまあ巨人もいるよ、山口哲也、マッソン、西村とか。あーですね、います。そうです、うん、そうですそうです、ね、いるでしょ、うん、はい。ただなんか西村がちょっと不安定さがあったね、うん、そのもともとそのまあ皆さん先発だったっていうのはありますけど、なんかそうですね、出てきて強烈な相手に与えるインパクトっていう意味ではってことですよね、うん、だから山口、うん、マチソン、うん、これはやっぱり山口は変則だしさ、マチソンは速いし、うん、でもその2人と比べると一番楽なピッチャーがその2人と比べるとよ、うん、はい、西村が最後に出てくるっていうのはちょっと隙は感じたよね。うん、あの相手のじゃあそこまで脅威かっていうと、その2人よりかはっていうことですよね。そうそうだね、うんうん、だから岩瀬っていうのは、うん、やっぱもうスライダーっていうのが特徴あって、はい、
っぱキレも良かったしね、うん、で藤川っていうのはまっすぐが速かったし、で小林正義でもそうでしょ、ボールに力があったし、それはなかなかやっぱ牙城は崩れなかったけどさ、うん、だけどさ、やっぱり一番どうだろうな、衝撃を残した森藤どこだ。いや私はやっぱり名前のインパクト出てきたなっていうのは JFK ですけど、まあそうだよな、やっぱり中日ですかね、私は。ああ中日な、うん、中日やっぱり浅尾投手出てきて岩瀬投手出てきて、まあその前に高橋投手だって、まあ山井、ね、投手とかもそうです、私はその2つですかね。まあそうかもわからんな、うん、ただあの藤川浅尾が出てきた時にはだいたい8回に出てくるじゃない、浅尾って、はい、うん、あもう試合終わったなと思うもんな浅尾は打てなかったよ、安定感すごいですよね。いやいや、あと投げっぷりがいい。あ、やっぱそうなんですね。ああ、あの勝負に対して、うん、腹が据わってるっていう感じだよ、これで打たれたらしょうがないみたいな、うんうん、だけどなんていうんだろう、個性的だったのは、はい、やっぱ阪神だな、JFK ああやっぱそうなのか。あ、ウィリアムスが出てきた時にはもう終わったなと思うもんね、まあ8回ぐらいに出てくると。で、うん、9回に藤川球児投手じゃないですか。だから俺あんまり藤川が失敗したところっていうのは、うん、あんまり記憶にないんだよね。あんまそうですね、打たれてサヨナラで終わるとか、うん、岩瀬は1000以上投げてるじゃない、試合数、はい、うん、だから失敗も脳裏にあるのよ俺の中でね。で、うん、晩年も投げてたし、だからどうだろうねこの方程式。ただ優勝の回数ということを考えるとさ、はい、やっぱ中日になるのかな。ゆたさん、7、8、9ってどこを守る投手って一番きついんですか。やっぱどういうバトンを受け渡すかだよね。あ、それぞれの、例えば向こうが追い上げてきたと、はい、うん、その勢いを止めなきゃいけない7回が大事だったりだとか、うん、でも例えば7回投げてるピッチャーが、うん、ちょっともたもたしたと、うん、で向こうに勢いがついてきた、そしたら8回のピッチャーって、うん、やっぱ大変になるよ。だからどこが大変だっていうことは言いにくいんだけど、その試合の流れでね、うん、だけどまあ大体8回に投げてるピッチャーっていうのは、はい、やっぱ本当の火消しかもわからないね。もう勢いをピタッと止めて抑えに渡すという、うん、あ、まあ、なんか要というかその試合のなんかもうポイントに、うん、なんか握ってるようなってことですよね。だからまあ例えば森田光輝がさ、はい、佐々木にバトンを渡す、もう完全に息を引き取る前みたいな感じだもんね、相手のチームが、うんうんうん、で佐々木がもう完全に抑え込むというかさ、うん、だからやっぱこうウィリアムスもそうだし、はい、まあ浅尾もそうだし、うん、ね、まあそんな感じがするよ。8回に投げるピッチャーが、うん、やっぱどういう風なバトンを渡すかによって、うん、あ、なんかこう抑えが楽できたりだとか、はい、そういうことになってくるよね。そうですよね。例えば勝ちゲームで8回に投げる投手で同点に追いつかれたりとか、例えばそこで1点とか2点逆転されたら、うん、また9回に投げる、ね、その抑えをどうしようとか、また試合の構成がそこで変わってきちゃうわけですもんね、監督。まあそりゃそうだね。うん、まあね、大体さ、この方程式っていうのは崩したくないんだよね、1イニング限定ということで。だから例えば8回に同点されたとしてももう準備してるんだよ、うん、気持ちも何もかも抑えは、はい、だからそのまま生かした方がいいんだよね。あ、もう9回で投入した方がいいね。投入した方がいい。例えばあとはもう延長に入ったらもう残ってるピッチャーでやりくりするか、はい、それとも抑えをイニングまたぎさせるかになってくるんですね。豊さんだったら例えば8回に同点に追いつかれました。で9回、うん、例えば阪神の藤川球児投手が抑えで残ってます。9回からもうそこはもう投入するってことですよね。もちろん投入する。でもしそこで同点だったらまたがせるってことですよね。うん、そうだよ。何イニング行かせますか、藤川球児投手だったら。いや、もう2イニング限定だよね、もうそうなったら。うん、もう3イニングは絶対投げさせない、うん、やっぱ1シーズンっていうのを考えるとさ、うん、やっぱそんなに無理はさせられない。あ、そう。ただ7回から方程式を使い出して追いつかれたんだったら、うん、そのゲームは絶対落とせないもん。
そうですよね、だから何が何でも勝ちに行かなきゃいけないから、うん、それは選手に頑張ってもらうしかない。そうですよね、そうか。 あとは7回、8回、9回それぞれで投げる投手のその向いてる性格っていうのもあるんですかね。あ、それはあるあるある。あ、それぞれどういう、いや、それは抑えはもう誰もいないじゃない、はい、うんうんうん、もう自分しかいないっていう精神力の強さがいるし、はい、やっぱ7回、8回っていうのは、うん、まだ後ろのピッチャーがいてくれるっていう風な気持ちで投げるじゃない、うん、だからその分楽は楽なんだよね。だから7回8回を投げてて完璧に抑える人でも、うん、じゃあ抑えができるかっていうと、うん、これがまたできないピッチャーがいるんだよ。お、性格的とか自分に向き不向きあるんですね。そう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 、だからやっぱり精神的に強くないとやっぱ抑えっていうのは無理だよ、うん、9回にいわゆる、ね、ああ投げるピッチャーってことですよね、うん、だから体力的にまあ翌年、うん、まあ例えばダメな人っていうのは、うん、なんていうの、体力的にダメなんじゃなくて、うん、精神的にやられるんだよね。あ、そこが大きいんですね。精神的な疲労が回復しないんだよ。だから肉体的には回復してるんだけど、うん、またこう一点を守らなきゃいけないとかさ、そういうことのマウンドに立つっていうのは、うん、やっぱそれだけのやっぱ負担っていうのは大きいんだよね。そうですね。あと気持ちの切り替えもできる投手じゃないとダメとか、うん、引きずってたらダメとか。そう。だからそういう面で言えば、うん、佐々木は抜群にね、切り替えがうまかった。大魔神。ああ、ものすごい落ち込むんだよ。落ち込むんですか、佐々木さん。落ち込む。落ち込むけど次の日はケロッとしてくる。ああ、やっぱすごいな。タフというか切り替え方がスパッと。いやー、切り替えがね、佐々木は抜群にうまかった。ああ、やっぱりその投手の適性を見てそこのポジションに配置、7回なのか8回なのか9回なのかっていうのもっていうことですよね。まああるある。だからまあそういう目で、うん、まあ見てくれるとすごく楽しくなるね、うん、プロ野球も、ね、じゃあまあ豊さんの中のまあ最強の勝利の方程式っていうのはやっぱ JFK インパクトも含めて。いやー、これ中日もね悩むけどなやっぱり悩みますよね。でも3人のインパクトっていうのを考えると、うんうん、俺はやっぱり JFK かな。JFK その3人のインパクトの一番最初、浅尾がものすごかったんだよ、インパクトが。やっぱ8回の、うん、その他の2人を、まあ岩瀬もすごいよ、岩瀬もすごいけど、はい、なんかこうオブラートに包んじゃうぐらいの浅尾の存在感があったから、うん、でもその阪神は3人ともなんか存在感があったというか、それぞれ際立ってましたからね。そう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 、だからやっぱ阪神かな。じゃあちょっとこれ最後の質問なんですけど、はい、球界全体で見た789をもうどのチームから引っ張ってきてもいいです。最強の789を作れるとしたら、ああ豊さん789どの選手を置きたいですか、うん、いやそれ誰でもいいの。誰でもいいです、もうチーム関係なく。佐々木は抑えだよね。あ、そっか、大魔神ですもんね、うん、はい、で8回が、まあ、左を1枚入れるんだったら岩瀬だよね。お、8回に岩瀬投手、うん、はい、で7回に藤川だよね。ほう、あ、全部抑えて持ってきたんですね、7、8、9。いや、そら全部抑えて持ってくるよ。そうか、あ、だって藤川は、はい、ある程度長いイニング球数投げれるもん。あ、だからいいのか、7回で岩瀬もタフだし、だから7回藤川が仮に悪かったら、うん、7回から岩瀬なんかいけるもん。あ、それも考えてのですね。うん、ほんで7、8っていうのは、はい、藤川も岩瀬もフィールディングが抜群にうまいから、うん、あ、それもあるのか。それも条件の一つだよ。ああ、じゃあ最強の7、8、9はじゃあその3人っていうことですね。まあ浅尾も入れたいけどね浅尾もね、うん、抜群に守備はうまかったの。6回から入れますか6回入れたらもう打てないね、5回になっちゃうね相手は。先発5イニングでいいですもんね。いや全然いい全然。うわ、これ最強の投手王国のなんかチームになりそうですね、それができたら。そうだな、すごいな。じゃあちょっと皆さんが考える、まあ、そうだね、最強のその方程式、うん、なんかプラス、はい、どっからの球団でもいい、ドリーム最強チーム、最強抑えチームみたいな、まあ方程式ね、方程式も合わせてちょっと書いてほしいですね、うん、はい、ね、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい。